次、ラスベガスでギャンブル。神谷博士。はい。おお、これいいじゃないですか。これは夢があるね。ベガス行こうぜ。ベガス、ああ、夢、すごい夢がある。そうですよ。しかも、なんて言うんでしょうね。僕たち、うん、まあ、あの、ショー。そうです。夢を。エンターテイナーとしてですよ。そうです、夢を売る職業ですから。そういうショーを勉強するためにも、ベガス行こうぜって話ですよ。結果、現実知るかもしれないですけどね。ああ、うん。行こうぜ。ツンツル点になって。ツンツル点ですよ。まあ、そこで登録っていうか、ちゃんと撮りますんで、収録しますんで。うんうん、最終的には僕も小野くんも、すっぱたかで股間を押さえた形で。It's showtime! 今夜のディアガールストーリーズ。そろそろエンディングの時間になってしまいましたってやるしかないかもしれない。さん今普通に喋ってるけど、股間を何かで隠しながらね、そういう放送になるかもしれませんけれどもだ。まあ夢は大きく持とうじゃないかってことですよ。なるほどね、これはいいですね。はい、続きまして、うん、事務所 NG を死守できますようにマウス石綿。事務所 NG を死守、まあいろいろね、まあそうですよ。彼女が、まあ、あれ、今のだとギャンブル NG だね。そうだね。ラスベガスギャンブル NG ですね。その、勝てばいいけど。うん、負けた時がダメなんだね。そうですね。マッパ NG ですから。マッパ NG か。でもコイン一丁っていうのは。そうですね。ダメ。コインコインコイン。コインコイン、札はなるほどね。あ、なるほど。ダブルコインで。コインコイン、札束。備蓄を隠した上で、一ドル CA で、他が隠れて言ってる。いますよ。いやー、どうですかね、うん、隠れますかね。それは無理だな。うん、やっぱね、最近生ゴミを見る目が多いんだよな、歌のっちはな。ごめんごめん。切実だね、これね。ですね。続きまして。